名古屋本線は愛知県豊橋市の豊橋駅から岐阜県岐阜市の名鉄岐阜駅までを結ぶ名古屋鉄道の鉄道路線。名古屋本線は豊橋市名古屋市岐阜市の各都市を結んでいる名鉄の基幹路線であり、唯一本線を名乗り、通称名鉄本線と称される。全域間で東海旅客鉄道の東海道線と競合しており、特に 名古屋に北はすべて並行している。豊橋駅神宮前駅間では、国道1号、神宮前駅名鉄岐阜駅間では、国道22号線に、それぞれほぼ並行している。運賃計算区分は A。すべての駅で何かなどの交通系、IC カード全国総合利用サービス対応カードが、使用できる。線内運転列車のほか、国府駅で、豊川線。 新安城駅で、西尾線、神宮前駅で、床滑線、庄内川鉄橋の北側の美和島分岐点で、犬山線、塚口駅で、津島線が分岐、合流しており、多くの列車が直通する。これらの列車のほとんどが、名鉄名古屋駅、金山駅方面に向けて運転され、美和島分岐点神宮前駅間では、早朝、 深夜を除き平均2から3分間隔の高頻度で列車が走る状態となっている。このため事故や災害による運行の乱れが複数の路線に及ぶことが多い。またミュースカイ、特急、快速特急を除いた多くの列車が途中駅で種別変更を行っている。日中の運行パターンは以下の通りである。各節において 運行本数は特起なければ1時間あたりのもの。名鉄名古屋駅、名鉄一宮駅、名鉄岐阜駅の、名鉄は省略。日中の運行パターン、豊橋駅岐阜駅間、豊橋駅岐阜駅間では、下りは一部特別車の特急が、上りは一部特別車の快速特急が、それぞれ2本ずつ運行されている。その他に、区間列車として、下りは、 名古屋止まりや塚口止まり、上りは国府止まりや稲止まりや東岡崎止まりがある。基本停車駅での全区間標準所要時分は名鉄名古屋駅を1分停車として、快速特急が79分、特急が82分である。快速特急、特急とも朝や深夜は豊橋駅口で急行を保管するため、 標準停車駅の他に、稲駅や国府駅に停車する場合がある。また、平日朝ラッシュには一部の上り列車が、笠松駅、または新木曽川駅を通過する。平日朝の岐阜発特急豊橋駅の3本は、鳴海駅にも停車する。2011年3月26日のダイヤ改正で、平日のみ、豊橋駅8時32分発岐阜駅特急は、 改正以前は、本線特急は通過だが、津島、佐賀方面特急の停車駅である、塚口駅にも停車する。2011年3月26日の、ダイヤ改正では、名鉄名古屋駅23時57分発東、岡崎駅前車一般車特急が設定されている。豊橋駅犬山線、広見線直通系統犬山線へ直通する特急として、 豊橋駅から新宇沼駅間に下りは一部特別車の快速特急で、上りは一部特別車の特急で、それぞれ2本ずつ運行している。この運行系統は1996年より豊橋方面から名古屋空港へのアクセスを目的として、平日の朝に1本だけ走っており、豊橋方面から犬山線へ唯一直通する一部特別車特急として知られていた。 2005年1月の改正で一旦廃止となったが、2007年6月の改正で時刻を多少変更して復活し、2008年12月の改正で大幅に増加している。休日朝の三田が新谷駅から豊橋方面へ直通する特急も3本設定されているほか、平日朝に犬山止まりが1本だけ設定されている。使用車両は蒸気。 豊橋岐阜の系統と同じ。岐阜駅中部国際空港駅間、中部国際空港への連絡特急として、中部国際空港駅岐阜駅間に、全車特別車のミュースカイを1本、一部特別車の特急を2本運行している。2008年12月のダイヤ改正以前は昼間にも、豊橋駅発着の列車が1時間あたり1本運行されていたが、 中部国際空港方面より名古屋方面への利用者が圧倒的に多く乗り換えの不便が目立ったためこれを廃止し代わりに岐阜駅発着の列車を増発した中部国際空港駅岐阜駅間の列車と豊橋駅から新沼駅間の列車は金山駅または神宮前駅で共に同じホームにて乗り換えが可能 ただし、名古屋本線内のみを通しで乗車する場合以外は、以前のような短時間での接続は考慮されなくなった。総合すれば、名古屋本線の一般車を連結した快速特急、特急は15分間隔で運行されている。2011年3月26日のダイヤ改正より従来運行されていた。 豊橋発中部国際空港駅一部特別車特急と名古屋駅岐阜駅間の昼間のミュース会が廃止され、この時間帯のミュース会は中部国際空港駅名古屋駅間の折り返し運転となった。また、深夜には、とこなめ空港線の上り名古屋方面と名古屋本線の下り市の宮方面への最終列車を兼ねた中部国際空港発岐阜駅の 全車一般車特急が設定されている。現在、明記線とこなめ線の一部特別車特急は2200系で運転されている。廃車以前の1700系も充当されていた。なお、豊橋発着の列車は、登場時が1200系、廃止時点では2200系で運転されていた。西予線直通系統西予線直通系統として、 1200系6両編成を使用して、西尾駅名古屋駅間の一部特別車の特急を、平日、休日各1日1往復のみ運行している。かつてこの系統は、全車特別車で、鞘駅、または、平吉田駅まで運行されており、1600系や1000系4両編成や8800系や7000系で、運転されていた。 2008年6月29日のダイヤ改正で、朝の西尾発名古屋行きと夜間の名古屋発西尾行きの各一本が一部特別車化されたほかはすべて、快速急行に格下げされた。その他の系統など、平日の朝には、豊川稲荷発岐阜行き快速特急、特急や、高和発岐阜行きなどの列車もある。いずれも一部特別車で運転される。 金山駅東岡崎駅では、昼間でも混雑が激しいことがある。これは、地流駅移動での最先着列車であることと、地流駅での利用客が多いことが大きく、影響している。名機関では、快速特急、特急は、朝の特急の一部を除いて新木曽川駅と笠松駅にも停車し、所要時間が29分から31分となっている。 唯一領域通過となる、ミュース会も、名期間は、遅延余裕を加かみし27から28分かけて走る。ミュース会、快速特急、特急の運行本数以上をまとめると、昼間時間帯に、名古屋本線内で、ミュース会、快速特急、特急は、以下の本数が運行されている。二千八年十二月十七日のダイヤ改正より、名古屋本線神宮前駅以東で、 快速急行は設定されなくなった。豊橋駅、豊川稲荷駅、岐阜駅間、豊橋駅、岐阜駅間、豊川稲荷駅、一宮駅間の急行が交互に設定され、合わせて毎時4本運行される。夕方以降の豊川稲荷駅発着列車は、大里駅に特別停車、東岡崎駅、豊川稲荷駅間は準急に種別変更され、 富士川駅と男川駅にも停車する。平日の朝には、犬山線から豊橋駅や豊川稲荷駅も運転される。また、朝ラッシュ時や夜間には国府駅、稲荷も設定されている。1994年から2000年3月には、平日、休日ともに、夕方に、豊橋駅から新蟹駅、三宅駅間及び、床滑駅から新岐阜駅間の休行が、 設定されていた。2003年までは朝と夕方以降に、矢作橋駅に特別停車していた。2008年12月のダイヤ改正以降、前後駅、境成駅、大里駅への特別停車はほぼ行われなくなったが、2011年3月ダイヤ改正では、後述の準急削減により、平日の日中に豊川いま発着系統で、二つ入りとあり松の両駅で、 準急削減を補う特別停車が実施された。2021年5月ダイヤ改正より平日日中の豊川稲荷発着系統の運行がなくなった。また、土休日は後述の準急がほとんど運行されなくなる。ため、2011年3月ダイヤの平日日中と同様に二つ入りと有松の両駅への特別停車が拡大される。また、 東岡崎駅伊藤での準急への種別変更と大里駅への特別停車は平日夕方以降を除いてほぼ消滅した。2021年10月ダイヤ改正より日中は豊川線の本数が普通の見舞い時日本に減便となるため土休日日中の一部急行が豊川線へは入らなくなり国府駅折り返しとなる。日中の豊橋駅 豊川稲荷駅、国府駅、岐阜駅間の急行はそれぞれ以下の駅で、優等列車に接続、または、通過待ちを行う。朝ラッシュなどは、特急停車駅間の地流駅、神宮前駅で、全く抜かれないこともある。急行の運転時分は、退避時間を除くと、豊橋駅、名古屋駅間が60分の64分、名古屋駅、岐阜駅間は、最速31分だが、 大半は余裕自分が加わり35分前後かかるため、名機関の表低速度はさほど高くない。名鉄名古屋駅伊東では必ず快速特急、特急退避を行うため、夕ラッシュでも混雑することは少ない。平日は8割以上、休日は5割以上の列車で6両編成となるが、早朝と深夜は平日、休日との4両での運転。 朝と深夜には8両編成での運転もある。また、対比駅で増結または切り離しを行う列車もある。豊橋駅発着の列車は、特急の前運用を除いて、時速 120km 運転可能な3 2 0 0 3 1 5 0 3、300. 3 0 0 3 5 0 0 3 7 0 0 9 1 0 0 9 5 0 0系が充当される。 土休日の豊川稲荷発はこれら7系列に加え6000.65006800系の4両編成、または6両編成での運転となる。朝は特急への送り込み、深夜は特急からの折り返しのため、1200系や2200系での運転も行われている。かつて主流であったに、扉 SR 社による本線急行は2010年時点では、 早朝の国府発岐阜行き、深夜の岐阜発稲行きなど数本程度残っていたが、2011年3月大エア改正で、ほとんど消滅し、本線上で見られる急行運用は、早朝の名鉄市の宮発、中部国際空港行き快速急行深夜に、名鉄岐阜発着のごく一部の列車と、交述する、西尾線津島線系統一部列車の、本線走行区間のみとなった。 快速急行は朝の数本のみ走っている。また準急は国府や豊川稲荷発着の他は平日朝のいない一本のみで、他は東岡崎駅豊橋駅間は急行に種別変更して運行している。現在は豊橋駅を発着する快速急行や準急は設定されていない。なお、 豊橋駅を23時台に発車する2本の急行と、鳴海駅は、共に、同駅停車の東海道新幹線下り、光の接続を取る時刻設定である。2本とも特急の折り返しで、名古屋駅が1200系、鳴海駅が2200系などの共に8両編成を、使用する。西予線津島、美西線直通系東京吉田駅鞘駅間に2本、運行している。 列車種別は、下りでは、平吉田駅神宮前駅塚口駅、鞘駅、上りでは、鞘駅塚口駅名古屋駅、平吉田駅となる。塚口駅名鉄岐阜駅間は、日中準急の設定がない。原則として、上下とも豊明駅に特別停車する。夜の上り2本は、西尾線に入らず新安城駅止まりとなる。平日の日中と、 と、休日昼間以降は、工日の準急が運転されないため、本系統は、神宮前駅以勢は普通列車となり、八戸駅まで直通している。1998年までは、蒲氷駅まで直通しており、現在はその名残で終点のキラヨ駅で、蒲氷線方面発着の普通ワンマン列車に、接続する。また、2003年3月ダイヤ改正で、 前後駅が標準停車駅に加わる。これ以前のダイヤでは夜間の西尾駅の一部は有松駅にも特別停車していた。古族駅、桜駅、本笠寺駅、本星崎駅、佐京山駅、有松駅、中京競馬場前駅の利用者を考慮して、昔から上下線とも成海駅で普通に接続し、さらに知流駅で岡崎、 豊橋方面発の特急から乗り換えでき、地流駅で、岡崎、豊橋方面行きの特急へ乗り換えることができる。現在のダイヤでは、豊明駅でも普通に接続する。主に3000系列、6000系系列によって運転されている。3000系列は2008年6月29日より入線し、 12月27日よりごくわずかだが1380系や5000系も入線している。新安城駅2番線のホーム有効調の関係から、全列車4両編成となっており、上下線とも基本的に、新安城駅から、塚口駅まで快速特急を退避しないので、豊明駅名古屋駅間では混雑することが多い。またこの系統は、余裕自分が、 全体的に少なめであり遅れも発生しやすい。1992年までは、西尾線内は普通列車で、1999年までは、下りの一部は、堀田駅で特急を退避していたり、金山駅や、塚口駅、津島駅などになっていたこともあった。2008年6月のダイヤ改正以前に多数、存在した、西尾駅も夜間に一本だけ存在する。 休日には一部の列車は、サタ発着となっている。2005年までこの系統は6000.6500系、または5300.5700系で、運転されていた。平日の朝には、犬山経由岐阜発普通キラ吉大ダと、犬山経由岐阜発急行キラ吉大ダが、各一本運行されている。2021年5月ダイヤ改正より、 土休日は工術の順休がほとんど運転されなくなり、平日夕方以降を除いて2011年3月ダイヤの平日日中とほぼ同様の運行形態となる。名古屋本線津島、微細線直通系統平日,日日中以外の時間帯に、豊明駅下りは神宮前駅、上りは名古屋駅鞘駅間に2本運行しており、東岡崎駅と豊明駅間は朝、 ラッシュと深夜を除いて、準急の設定はない。かつてこの系統は、三河線のさなげ、壁南方面の直通列車であった。三河線に直通していた頃は、三河線内の刈谷駅名古屋駅間で競合する、JR 東海道本線への対抗策として、特急増結用の1800系や7700系、などの SR 車による運行が主体で、 北南駅名古屋駅間で先着するダイヤが組まれていた時期もある。この系統は昔から二つ入り駅、境成駅、有松駅に特別停車しており、2003年より標準停車駅に前後駅、特別停車駅に中京競馬場前駅が追加され、2005年1月のダイヤ改正時より順級と解消されて、現在の停車駅となっている。 2005年1月ダイヤ改正以前は、名古屋方面から、前後駅や豊明駅などへの利用者を考慮して、鳴海駅で普通東岡崎駅に接続していたが、現在鳴海駅で普通へは接続しない。その代わり前後駅で普通東岡崎駅に、接続している。下りは、起点の豊明駅で普通を待たせてから発車する他は、ほとんど普通へは接続しない。下りは、 二つ入り駅で特急を退避するが、上りは終点の豊明駅まで退避しない。このためこの列車も前後名古屋間で混雑することが多い。2005年1月ダイヤ改正から2006年4月ダイヤ改正の頃は、上りはほとんど地流域で、地流駅到着後前後駅まで改装されていた。そのため、この頃は豊明駅から準急は上りしか利用できず、 下りは1時間あたり4本の普通しか利用できなかった。2006年4月ダイヤ改正から2008年12月ダイヤ改正の頃は東岡崎駅まで直通しており、前後駅等は普通列車になっていた。2003年ダイヤ改正以前は治流駅で特急が発車した後に発車しており、市宮方面と分かれる塚口駅まで退避しなかった。 昼間を中心に一部の列車が、鳴海駅で折り返していた時期もある。西日和島駅のホーム有効庁の関係から、主に3500系、5000系、6000系などの4両で運転されている。2011年3月ダイヤ改正からは、平日日中の準急運行が削減された。この時間帯は代わりに、前述の豊川稲荷発着の急行が、 有松駅と二つ入り駅に特別停車し、西尾線直通の急行が、神宮前駅異性で普通に種別変更している。2021年5月大ヤ改正からは、と休日の運行がほとんど消滅し、本系統はほとんど平日夕方以降のみの運行となる。竹花、橋島線直通系統総長に新橋馬駅、笠松駅岐阜駅間に2本運行している。 2001年までは、竹花線でも急行運転する列車も存在していた。2両、または4両で運転。1800系も、特急の前運用として使用される。本線、豊川線急行と同じく、笠松駅、岐阜駅間は、全列車途中無停車で、岐南駅、茶所駅、加納駅には一本も特別停車しない。早朝や深夜には急行のほか。 岐阜駅から竹花線に直通する普通列車も数本運転される。2021年5月ダイヤ改正より竹花線の列車はごく少数を除いて笠松駅で折り返しとなって名古屋本線へは直通しなくなり本系統も改正により消滅した。快速急行、急行、準急の運行本数以上をまとめると昼間時間帯に名古屋本線内で急行 準急は以下の本数が運行されている。全列車が豊橋駅を除く各駅に停車する。2両4両が多いが、朝ラッシュ時などには6両や8両での運転も見られる。6両以上の場合、ホームが4両分しかない駅では、ドアカットが行われる。豊橋駅を発着する列車は、線路容量の関係で、快速特急。 特急、急行のみとなっており、普通列車は、稲駅までの運行となる。対比可能な駅の多くで優等列車と接続、または追い越されるため、主要駅間を普通のみで乗り通すと、かなり時間がかかる。稲駅東岡崎駅間、稲駅東岡崎駅間は、毎時2本の運行。ほとんどの列車が、東岡崎駅到着後、行き先を、 犬山線の岩倉駅に変更して、名古屋方面へ運行を継続する。平日朝の豊橋方面では、一本のみ、豊川線への直通列車がある。また、平日8時台と最終列車は、国府駅止まりである。この区間の普通列車のみ停車する駅の利用者は、名鉄全体で比較しても、かなり少ないが。 朝ラッシュ時は、名古屋方面への送り込みを兼ねて3から4本、運行されている。稲駅東岡崎駅間では、日中はそれぞれ以下の駅で優等列車に接続、または、通過待ちを行う。豊橋駅を発着する列車の設定がないために、稲駅で豊橋発着の急行に接続している。2021年5月22日改正後は、 平日日中の上り列車の対比駅が美豪駅から元宿駅に変更となっている。東岡崎駅塚口駅間美中は、東岡崎駅岩倉駅間、東岡崎犬山駅間の列車が交互に設定され、東岡崎駅神宮前駅間は毎時4本の運行となる。この他名古屋方向では朝ラッシュ時と夜間には、名鉄岐阜、八富、金山、 塚口駅が少数設定され、豊橋方向では、朝7.8時台に、豊明駅夜間には、知立、新安城駅が設定されている。東岡崎駅では、岩倉発着の列車はそのまま、名古屋方面へは折り返さず、列車番号と行き先を変えて、稲駅まで延長運転される。大半が4両で運行されるが、一部2両、6両の運用がある。 特急連結用車両である1800系の運用も、豊明駅以西で存在している。東岡崎駅神宮前駅間では、日中はそれぞれ以下の駅で優等列車に接続、または通過待ちを行う。豊川急行は、平日ピルマの運行なし。上記の他に矢萩橋駅では、名古屋方面の未退避が可能で、平日朝のごく一部の列車が実施している。 急行停車駅の掘田駅では通過退避しかできない。ため普通列車はほとんど退避しない。神宮前駅金山駅間は、常名目線へ直通する列車も、日中毎時4本運行されているため、下り10本、上り8本になっている。2005年1月のダイヤ改正までの常名目線、直通列車の運行系統は、上りは、岐阜方面から千田半田方面への運転で、下りは、 常コ方面から、津島線方面だった。構造上、金山駅でも退避が可能であるが、本数が非常に多く、常コ線直通列車は、金山駅が、奇襲点であるため、名古屋本線と岩橋方面を発着する普通列車は、ごく一部を除いて、金山駅では対比しない。美は島分岐点塚口駅間は、名古屋市近郊にもかかわらず、普通列車の本数が、 日中毎時2本と少ない。これはこの区間の駅間距離が短く、普通のみの停車駅よりも隣接する、優等列車停車駅や、名鉄名古屋方面への有効本数が多い、東渋谷島駅に利用客が流れていることによる、ものであり、また、運行形態から、このような現象が起きていると捉えることもできる。この区間は前述の豊明駅鞘駅間の順級が、下りは、 神宮前駅伊勢、上りは、名鉄名古屋駅伊勢で、それぞれ普通列車に種別変更して走っているのみで、あり、日中に、豊橋方面から普通のまま直通する列車や、岐阜方面、または、床滑線から直通する列車は設定されていない。また、種別変更する駅の関係上、山王駅では上下線で停車する本数が下り6本、上り4本と異なる。 2021年5月22日のダイヤ改正より、平日日中に、豊川急行が削減されたため、保管のために、床滑線からの普通列車が、金山駅から、塚口駅、津島線方面へ、毎時日本区間延長されており、山王駅、東日和島駅、西日和島駅、新川橋駅における、普通列車の停車本数が増加している。 神宮前駅、塚口駅間では、日中はそれぞれ以下の駅で優等列車に接続、または、通過待ちを行う。平日14時台まで、と休日平日15時台から、塚口駅、岐阜駅間この区間では、塚口発着列車が、岐阜駅との間で毎時4本運行される。区間列車として、塚口駅、一宮駅間及び、一宮駅、岐阜駅間のみの列車が少数。 設定されている。また、平日早朝と夜間には、竹花線、橋間線直通列車も運行される。この区間は、基本的に2両、または4両での運転。普通列車のみ停車する駅では利用者が、それほど、多くないが、特急の間合運行の1800系による2両、または4両での運転が、他の区間に比べてやや多くなっている。 2200系が運転を開始した2005年以降は3 3、3100.31509100系による二両単独運行も多い。2021年5月22日のダイヤ改正より、平日日中に、限り2本目と4本目の上り列車は、終点の塚口駅で行き先を、港和線の港和駅、または、千田新線の内海駅に変更して、運行を継続している。 塚口駅、岐阜駅間では、日中はそれぞれ以下の駅で優等列車に接続、または、通過待ちを行う。1本目と3本目、2本目と4本目この他に一部の列車は、岐南駅でも優等列車の通過待ちをしている。普通列車の運行本数以上をまとめると、昼間時間帯に、名古屋本線内では、以下の本数の普通が運行されている。歴史で述するとおり、 名古屋本線では、成立時より、東海道本線という競合線が存在し、優等列車主体の都市間連絡ダイヤを構成するため、伝統的に高速運転が行われてきた。戦後では、認可速度時速9 5トルから始まり、1953年に時速1 0 0トル1959年には時速1 0 5トル 1961年からは特急で時速 110km 運転が認可された。1990年以降は線形の良い一部区間で時速 120km となり、機間が 1067mm である在来施設の路線としては高速の部類に入る。なお、時速 120km 運転開始にあたっては、車両以外の面でも下記のような改良。 準備が行われている。優等列車の最高速度時速 120km、運転は、稲駅名電長沢駅、矢萩橋駅地牛駅、新清須駅木曽川津堤駅の各区間で、対応車種により実施されている。なお、豊橋発着の急行については、ダイヤは7000系の走行性能を基準とする、最高速度時速 110km で組まれている。一方で、 すべての普通列車と豊川線を含む、四線直通の急行は、6000系に合わせて、最高速度時速1 0 0トルのダイヤとなっている。準急については、早朝、深夜の運行距離が長い列車は、豊橋発着の急行に、その他大部分の区間列車は、四線直通急行や普通に順じている。名古屋本線の特徴の一つは、 運行面において、ボトルネックとなっている区間がいくつか存在している点である。代表例として、名鉄岐阜駅構内にある、単線区間、美和島分岐点、名鉄名古屋駅、豊橋駅から、平井信号場までの区間である。豊橋駅名鉄名古屋駅間は、愛知電気鉄道により、都市間をほぼ一直線に結ぶ高速鉄道として、 建設され、名鉄名古屋駅名鉄岐阜駅間は、名古屋鉄道が合併した会社の路線がつながり、成立した。現在の美和島分岐点丸の内駅間は、名古屋電気鉄道、丸の内駅高野宮駅間は、名古屋鉄道、高野宮駅名鉄一宮駅間は、微細鉄道、名鉄一宮駅笠松駅間は、名木鉄道、笠松駅名鉄岐阜駅間は、 美の電気軌道により開業した。最初の開通区間は美和島京駅塚口駅間で1914年に開業した。名記線で最後に開通したのは新一宮駅から新笠松駅間で1935年のことである。それまでの名記間の連絡は木曽川線の木曽川橋駅と笠松線の笠松駅の間を木曽川を介して行われていたが、 明域戦前通により、当時の名古屋側のターミナルで、今の名古屋駅の北東にあった、一宮線、押切町駅から新岐阜駅まで、直通の特急が運転された。建設の経緯については、名古屋鉄道名古屋電気鉄道も参照。豊橋川は、常滑線を営業していた愛知電気鉄道により、開業。神宮前駅を起点に、有松線、岡崎線、 豊橋線と名を変えながら、豊橋へ向け1917年から1927年にかけて順次延伸された。沿線は東海道の宿場町として栄えていたが、関節鉄道の東海道線は、豊橋駅を出ると、東海道から外れ、蒲郡駅を経由する海岸沿いのルートを取った。このため、東海道線が開通すると、 東海道沿いの宿場町は一気に捨てれてしまい、鉄道の力を思い知らされることとなった。愛知電気鉄道が道線を開通するにあたり、地元は積極的に鉄道誘致に動いたため、土地買収などがうまくいき、並行して走る東海道線とは違い比較的直進するような路線になっている。明期鉄道と愛知電気鉄道が合併して、名古屋鉄道が発足した後、 新名古屋駅美和島京駅間が開業した。さらに、神宮前駅から新名古屋駅間の東西連絡線が1944年に開業し、明記線と豊橋線が結ばれるが、明記線は600ボルト電化、豊橋線は1500ボルト電化であったため、直通運転ができず金山橋駅で乗り換えが必要だった。明晦線が1500ボルトに昇圧され、 豊橋駅から新岐阜駅間が名古屋本線となり直通運転が始まったのは戦後の1948年のことである。現在も車内では東西直通線と呼ばれている。1990年神宮前駅金山駅間が複々線化された。ただしこの複々線は一駅間 2.2km のみで神宮前駅では 複々線間相互の点線も不可能になっており、列車の運用を見ても事実上常滑線を金山駅まで延伸したという性格の方が強いことがわかる。複々線化の用地は金山総合駅と同様に以前から確保されていて、複々線化前の2線を下り線とし東側に貼り付け増設した2線を上り線とする形で行われた。 現在の下り内線は複々線化前の上り線を転用したものである。1972年3月に都市交通審議会名古屋県部会は神宮前駅塚口駅間の複々線化を答申したが、新名古屋駅付近の複々線化は困難なの名古屋駅があるので、現地化ホームの真下にもう一つ、 副線を付設するしかないことと、名古屋本線金山以北の混雑緩和は、犬山線と名古屋市営地下鉄鶴舞線の相互、直通運転開始により、目途がついたことから、金山駅。塚口駅間の副々線化については、運輸政策審議会における1992年1月10日、東身第12号名古屋県における、高速鉄道を中心とする交通網の整備に、 関する基本計画についてには答申されず、事実上中止された。最も上高人員が多い駅は、名鉄名古屋駅であり、終日にわたって、各路線に直通する列車が高頻度で発車する。下り方にある日は島分岐点は、名古屋本線の上り列車が、犬山線の下り列車と平面交差するため、ダイヤ状の大きなネックとなっている。 近年の輸送実績を過表に記す。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した、年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した、年度以前の最低値を緑色で表記している。名称は、廃止時のもの、東海地震に関する警戒宣言が発令された場合、名古屋本線では、地震防災対策強化地域にあたるという橋駅、 名鉄名古屋駅、助口駅間で列車の運行が休止されることになっている。前述のような歴史的経緯から、名古屋本線では距離を示すキロポストが4つに分かれている。豊橋駅、平井信号場、平井信号場、神宮前駅、神宮前駅、名鉄名古屋駅、名鉄名古屋駅、名鉄,名名鉄岐阜駅、ただし、駅の構造上、津島駅折り返し列車は少なく、鞘駅も、 津島線の駅として扱われることも多い。例、本線豊橋駅の事故の影響で津島線が遅れる、など。2009年度末に7000番台車両の運転は終了したが、ほぼ同性能で最高速度時速 110km の5 7 0 0系5 3 0 0系が2019年度まで残存していたためである。またダイヤ面では、 豊橋発着の急行について、近年3000番台車両の限定運用を前提に、本線東部の一部区間で余裕時分を削減している。両駅との通過の場合を含めると、ダイヤから読み取れる範囲では、1997年当時、下りの現在の快速特急に当たる特急が、矢萩橋駅から新安城駅間を3分0秒。 稲駅国府駅間を2分25秒で走破しており平均速度はそれぞれ時速 116.0km 時速 114.2km となる2010年現在は前車が3分05秒となり時速 112.9km 後車は不変である東海道線が東海道から外れたルートを採用したことについては 宿場町が反対したという説明がしばしばなされるが、実際には裏付ける根拠に、乏しく、むしろ当時の技術的制約が理由である、可能性が高い。当時蒸気機関車牽引列車のみであった、東海道本線の最急勾配が10パーミルに、抑制されたのに対し、当線の名電赤坂駅東岡崎駅間では16.7パーミルとされた。なお、 開業時期の早い地流異性では20パーミルである。ごゆ塾、岡崎駅、鉄道と、政治鉄道機非伝説の項目も、参照のこと。鉄道商編、鉄道停車場一覧では9月1日開業とされているが、官報には6月1日の稲、吉田間営業開始の項目にて、稲と記され、開業時点で、すでに存在したことになっている。 神宮前駅から新名古屋駅間の閉塞信号機の故障は、東西、連絡線を表す、連、XX となっている。ちなみに、平井信号場神宮前駅間は、豊橋線に由来する、豊 XX、名古屋駅岐阜駅間は、名駅線の、名、XX である。この区間には、戦前から、日本車両製造本社工場や厚田兵器商があり、 神宮前駅との間に、貨物専用線が存在した。ABCD 特田光一、名古屋鉄道今弱、不死長、パノラマカーの鉱石交通新聞社、交通新聞社新書、2017年8月、22ページ。ISBN 978から43億30819174。3, AB 名鉄120年市編纂委員会事務局、名鉄120年、近20年の歩み名古屋鉄道、2014年、159ページ。渡り正彦、岐阜駅から見た、名鉄の印象、鉄道ピクトリアル第816巻、電気車研究会、2009年3月、166ページ。ABCDFG e 日本鉄道、旅行地図調追加。 定保7号、東海鉄道フォーラム、京弁鉄道停車場名解消、官報1916年2月4日、鉄道院監督局、鉄道免許、名古屋鉄道1、明治45年対象5年、52、笠松停車場新駅使用開始届、鉄道院監督局、鉄道省監督局、鉄道免許、竹花鉄道2、対象10年昭和4年、 14、共同使用停車場竣工の件、地方鉄道運輸開始、官報1928年2月9日 AB、官報1930年11月13日、渡り正彦、岐阜駅から見た、名鉄の印象、鉄道ピクトリアル第816巻、電気車研究会、2009年3月、168ページ。名古屋鉄道100年史、 ピアニッシモ743から744、軽便鉄道運輸開始、官報1917年3月16日、軽便鉄道運輸開始、官報1917年5月15日、地方鉄道運輸開始、官報1923年4月6日、地方鉄道運輸開始並み営業マイルほど変更、官報1923年6月5日、 地方鉄道運輸開始、官報1923年8月11日、AB 藤井県、岡崎を中心とした、名鉄電車こぼれ話、鉄道ピクトリアル第816巻、電気車研究会、2009年3月、162ページ。名古屋鉄道100年市、P944、名古屋鉄道100年市、P946 今尾啓介。 日本鉄道旅行地図帳7号、新庁舎、2008年、42ページ。ISBN 978から41億790万258。川島慶造、図解日本三大都市みかんの鉄道路線昭和から、平成、東京、大阪、名古屋の未来を変える、計画の真実から、講談社アルファ文庫、2008年10月20日第一冊。 発行名古屋鉄道広報宣伝部名古屋鉄道100年市名古屋鉄道1994年982ページ名古屋鉄道広報宣伝部名古屋鉄道100年市名古屋鉄道1994年1038ページ名古屋本線神宮前金山間福福線化工事が完成交通新聞 P1 名鉄西岩島駅の対比線が撤去される鉄道ファン RAILF.jp 鉄道ニュース2019年12月2日 ABC 再混雑区間における混雑率国土交通省 P4 2021年8月24日閲覧混雑率データ国土交通省 P4 2020年11月1日閲覧。混雑率データ。国土交通省。P4 2019年7月20日閲覧。都市交通年報各年度版列車運行に支障がある場合の取扱い名古屋鉄道事業計画の見直しについて地粒市都市開発課鉄道効果係。2021年11月27日閲覧。 地流駅付近連続立体交差事業。愛知県。2021年11月27日閲覧。都市高速鉄道名古屋鉄道名古屋。本線計画段階環境配慮所名古屋市都市。高速鉄道名古屋鉄道名古屋本線名古屋市。事前評価調書愛知県。2018年9月11日閲覧。平成25年度再評価実施箇所。岐阜県。 2018年9月11日閲覧、ありがとうございます。